皆さんこんにちは2020年4月に設立されました中央大学 AI データサイエンスセンター所長を務めております樋口です近年ビッグデータの登場また AI 技術の著しい発展を受けまして産業界で大きな革命が起こりつつありますまた AI やデータサイエンス 理系だけではなく、文系にまでリテラシーとして、身につけていただきたい。身につけてもらいたい。社会からの要請も非常に膨れ上がっています。中央大学も。産業界、一般の方からの。大きな。ニーズの膨れ上がりを。速やかに応えるために。この4月に。a. I. データサインセンターを設立いたしました。a. I. データサインセンターでは。 二つの授業を大きな柱にしております一つは教育ですリテラシー教育を全学に速やかに展開するそのために教育部会を設けリテラシー教育中央大学もしっかりと取り組んでいきますもう一つの柱は研究・社会連携です産業界におきましても アカデミアと一緒になって、新しい技術革新を起こしたい、そういうニーズが日に日に大きくなっています。そのニーズに応えるために、研究・社会連携部会を設け、活動していきます。皆さんのますますのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 日本において大きな動きを起こしたのは今から5年ほど前でしょうかあちょうど5年前になりますね文部科学省の情報学に関する研究を推進している課と大学の情報学に関する教育を担当している課その両方の課長さんに入っていただいて懇談会というのを設けました。 その懇談会には両課長また産業界の有識者あとアカデミアからも有識者交えてビッグデータを活用して AI データサイエンスを身につける人材をいかに早く育成していくかその懇談会レポートをまとめました。そそれれがちょうど5年前になりまますそれを受けまして 日本の国立大学では日本で初めてのデータサイエンス学部は滋賀大学にできました。その後に公立大学また日本の国立大学6大学をデータサイエンス推進の拠点校としましてまたその次の年には二重大学に広げ国立大学の方では AI データサイエンスの教育の体制が ずいぶんと整ってきてきいます一方ですね私立大学目を受けますと理系を中心とする私立大学もちろん技術、えー、学んでいただくということで AI データサイエンスの教育充実していますけれども来てますが日本の私立大学文系に強みを持つ大学が随分と多いです。その この中央大学も文系を中心とした総合大学非常に歴史のある総合大学ですが他の私立大学さんと同様 AI データサイエンスのまたリテラシーレベルから専門教育までそれらの AI データサイエンスに関わる教育体制はまだまだですまそのような流れを受けましてこの中央大学でも リテラシー教育を全額展開するとこれは喫緊の課題ですのでそのニーズに速やかに応えるべくこのセンターの中では教育部会を設けましてリテラシー教育の全額展開等々を進めていきたいというふうに思っています。皆さんは 日々さまざまなメディアを通して AI 技術の著しいい発展にびっくりされていると思いますまた皆さんの家庭にはもうスマートスピーカーのような音声を自動で認識し質問も理解し内容に答えてくれる AI 機器を利用されていると思います。ままままたお店に行きますとさざな ところでで実は AI がすすに活躍していますこのように私たちは AI 技術の著しい発展についつい目が行きがちでそちらの方に話題が集中しがちですが一方米国を中心としたビッグ IT 企業がそのシステムを利用して 私たちが発信しているさままざな情報 SNS や e コマースそれらの私たちが作っているデータそれらを効果的効率的に集めビジネスにつなげ大きな富を得ているそれに対してさまざまな国々やさまざまな人々から大きな疑問が寄せられています。またビッグデータ データはいくらビッグになろうと有限であることには違いありませんこの有限であるということがさまざまな問題を引き起こします集めたデータジェンダーの観点からあるいは宗教の観点からあるいは人種の観点からバランスはどうなっているのかそのバランスから発生するさまざまな問題皆さんも容易に想像するできると思います こののように、今の時代は、AI 技術その技術そのものの発展むしろそれよりも AI 技術データサイエンスをいかに社会に適応していくか社会に適応する際にはジェンダー宗教民族さまざまな人の価値観それらを さまざまな観点で分析しどう適用されているのか社会に適応する方策これが非常に今大きな問題となっています皆さんは RRI という言葉耳にされたことありますかあんまりないと思います RRI とは Responsive Research Innovation の略です その言葉を聞いてもなかなか皆さん何のことだろうと思われるかもしれません。先ほど言いましたようにこれからの時代は AI やデータサイエンスの技術をどう社会に適応していくかその適応する中で国による違い文化の違いジェンダーの違い宗教の違い価値観の違いなどさまざまな違いを むしろ取り込んで、そして AI 技術、データサイエンスの技術を社会に適用していかねばなりません。RRI とは技術を社会、法律、社会における法律規則、また監修、多様な価値観、それらを取り込み、社会適用、上手な社会適用を実現していく。それが の考え方あるいは目標になりますこのセン,サーセンターでは中央大学の強みを生かしてこの AI 技術そのものではなく AI 技術どう社会にうまく適応していくかこの RRI の目標達成を大きな一つの目標にしています。 ありがとうございます AI とデータサイエンスどこがどう違うのかこれは難しい質問です私は第二次 AI ブーム1980年代の半ばに大学で大学院で学びました当時ニューロファジーといった技術用語を冠としたさまざまな電化製品を 電気メーカーカは出ししてました例えば冷蔵庫洗濯機そういう家電製品にもニューロニューロ冷蔵庫ニューロ洗濯機そんな製品が時代に非常に話題になってました。私はそれから一貫してデータに基づいて意思決定する学問その技術 研究を行ってきましたその当時はですね AI といいますとニューロまあその言葉に近い技術的な用語あるいはその研究分野という捉え方が多かったと思います。しかしかながらこののの数年間の AI 技術の 著しい発展と普段の社会生活にまで溶け込んだ状態これを毎日毎日メディアが取り上げまた私たちも普通に使うようになりましたよね。私はそれらを指してのの AI ととううというのは広いいいいううううふに言ますすは広意意味味ですね今からお話しするのは「競技の AI」。 昔の技術分野の言葉あるいは研究分野と思われていた AI とデータサイエンスの違いをちょっとお話したいと思います AI の技術まあこれはもう皆さんあまり説明不要ですよね NHK の番組とともでもあるいは民放の放送でも普通に取り上げられていますデータサイエンスと AI 技術の観点からは、重なっているところは非常に大きいです。今の AI 技術は、正確に言えば、統計的機械学習、この技術でほとんど出来上がっています。ですので、学問的に見れば、その両方は非常に重なっています。では私、このデータサイエンス、AI と対比したときにデータサイエンス、どこが違うのか。 私はデータサイエンスドメイン力というのは分野においてそこの課題を発見しそれを定式化しそして AI やデータサイエンスの技術につなげていく出てきた成果をユーザーに一般の方に分かりやすく伝える力 また今話したようなことをぐるぐると循環できる力そこが競技の AI とデータサイエンスの違いではないかと思いますデータサイエンスその技術を成り割とするデータサイエンティストには三つの力が必要と言われていますデータサイエンスこれは機械学習統計学あと競技の人工知能の技術になりますね もう一つはデータエンンジニアリング力ビッグデータを取り扱いますから大きなコンピューターのシステムにいろいろなソフトウェアとして実現したりいろいろな大きいプログラムを走らせねばなりません。あともう一つがビジネス力と言われていますこのビジネス力こそが私が先ほど説明しました現場において 問題を発見し、課題として定式化し、最先端の適切な技術と結びつけ、その結果をユーザー、一般の人たちに分かりやすく伝えることができる力、ビジネスビジネス力、データサイエンスにおいてはこのビジネス力は非常に大切だと私は思っています。 皆さんはこんなこなとを勉強したい将来こんな職業に就きたい職業についてはまだ具体的なイメージまだ持ってないかもしれませんね。でもこんなことは勉強したいというのは確実に持って大学に入学されてきたと思います。これからの時代は専門を深める自分が興味を持ったこと深く勉強したいと思ったこと 一生懸命勉強してくださいでもですねリテラシー教育で勉強する AI データサイエンスこれはどんんんななな分野にも使ええるツールでですね考え方なんですねね考方皆さんは専門知識をあるいはいろいろなスキルを深めていく上でその専門分野どん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 興味を持っていく。 強くくなっていいと思いますがリテラシー教育で勉強した AI データサイエンス常に思い出してもう一つ興味を持てる分野はないかなとあるいは将来考えるとこんな分野とこんな分野がつながると面白いんじゃないかなとか新しいビジネスを起こせるんじゃないかなって私は将来を見て 常にそのことを意識してほしいなというふうに思ってますそうしますと専門勉強するだけで日々大変かもしれませんがでも自分の潜在力あるいは応用力今後社会どうなっていくかもう誰もわかりません私は分からなくていいと思うんですなぜかというと皆さんたちが 将来を作っていくんですねデー,ですデータをもとにこういう社会作りたいこういう生活を自分は過ごしたいそんな希望それをデザインしデータをもとにビジネスにするあるいはシェアリングやエコシステムといった今の若者たちが持つ素晴らしい価値観 これをビジネスや生活スタにぜひ結びつけていってほしいなというふうに思っていますこれが本センター AI データサイエンスセンター長としての私からの皆さんの大きな期待です皆さん今日私取り留めのない話をいろいろ原稿もなくお話してしまいましたところどころ噛んだり 滑舌が悪かったり皆さん聞き苦しいところもあったと思います今後とも AI データサインセンター皆さんのご支援よろしくお願いします